ストの皆さん、こんばんは、ゴンでございます。ミュージシャンというよりも担当家みたいなんで申し訳ありません。なってないな、なってへんな。それならわ。つなぎますね。はいよ。はい、1番です。はい、次はコスモス行こうと思います。何気にしっかりしちゃいました。コスモスっていうのは漢字で書いたら秋桜なんですね。で、花言葉が結構面白いんですよ。乙女の愛情、少女の真心、
そして3つ目が野生美なんですね。花の姿は可憐なれど、その強く咲き誇る姿はまさに野生美が当たるというわけなんですね。だからどうしたと言われてもしょうがありません。2曲目コスモスです。中学生自分ですかね、
好きな子がいるんだけどもなかなかこう告白ができない、好きだと言えない、でもあのついて好きなもんだからあの言えない代わりにいじめちゃうという、これなんて言うんだったかな、そうあのテレホンカード特集を持ってきて照れ隠しってやるとこだったんですよここで分かってくれた、分かりますね、ありがとうございますというわけであのまずはあの照れ隠しという曲をお聴きくださいませませ照れ隠しです。綺麗だね、素敵だね、時々可愛いね、君に会うたび思っていても口に出せずにもどかしい、せめて君を笑わせてみよう、苦し紛れの照れ隠し、どんな話をしようかな、そっともどけてみせようか、いつか必ず告げてみせるよ、感じたままに照れずに言うよ、君はいつでも綺麗だね、素敵だね、熱いんだ痛むんだ胸の奥底が、君を思えばこんな苦しいよ、違いない、ずるい病院行ってみや、苦笑いでドクターは言うよ、もう私には治せない、こんなことなど言えそうにないから、ギターを手にして でしょうかというふうなのがほとんど病気になってしまうわけですね。その病気になってしまう、その病気の名前なんて言ったかな、あの、まあ、依存症というタイトルをつけました私はもう君がいないと、まあ、なんで依存症になるかはあの曲を聴いていただければ分かっていただけるかなと、照れくさいんでそのままあのさっさと進めます、依存症です
会えない日が続けば夜も眠れずに遠吠えしたくなる。世界中のお医者さんでも有名な温泉でも浴びるほど酒を飲んだって癒せないこの依存症、世間では恋というらしい。僕は君の笑顔の依存症、毎日でも見ていたい。会えない日が続けば夜空に向かって遠吠えしたくなる。